息のクロード様を知ってるか。息の何だと。族を懲らしめる亡霊さ。木のごとき背丈で炎のようなマナコ、獅子の道で見たやつがいるらしい。さようなものがおるならば会ってみたいな。猛虎から隠し通したごちそうさ。また猛虎に村が襲われて皆殺しにされたらしい。次はここかも。お役に立てるかもしれませんよ。ここの連中より小綺麗だね。仲良くやっていこうな。息のクロードだとさ。本物のクロード様だったら百人力だ。何その目。これで俺らも助かる。志村のジジイを肩に乗せたまま猛虎の奴らを何千と切ったって聞いたよ。何さ。その噂まことではないぞ。何言ってんだ。クロード様の噂を知らないのか。俺がその噂のクロードだ。ああそうかい。クロード様に礼をしたいなら供え物がありがたいんだとさ。かつて木田触れがあった場所、その北東にあのお方の野営があるんだ。食い物だったらうまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。願いを聞いてくださるかな。聞くだけじゃダメ、答えてもらわなきゃ。誰がクロードを偽っておる。よく戦ってくれた。多勢に無勢かと思いきや、まさか全て討ち取るとは。助かった。石膏は生かしておくな。必ずや猛虎を退かせよう。助けてくれ。動くな。ああ見惚れちまった。もう安全だ。どうかこれをお受け取りください。
クロードの野営だな。飲み干しておる。まだぬくい。奴はここで何かを見ておった。待つとするか、戻ってくるはずだ。村の後に誰かおる。賊だ。あれが息のクロード。酒を盗むつもりか。ただの盗人ではないか。手際が。なんと。さあ、どこへ逃げる。追いかけるか。正体を暴いてやる。息のクロードよ、後を残したかな。あった。愚かな。ロード様に懲らしめてもらうぞ。やめよ。クロードに用がある。島の半分が探してる。だがこいつは渡さんぜ。こいつには大きな借りがあるんだ。こちらにもな。一日だけだぞ。それ以上待つつもりはないからな。してお前が噂のクロードなのだな。あ、いえいえ、俺はただクロード様に仕えてるものです。息を守るため日夜励んでたんですが、ある日キツネ人に襲われ、クロード様が捕虜に。どこに運ばれた。野営です。ここから西の。一日でお助けしないと。いや、お前は残れ。俺が代わりに行く。クロードに聞きたいこともあるからな。
待たせたな。お前は酒井様、ここから出して。クロードだと偽っておったのか。敬意の証です何を、なぜお前だと気づけなかった。ごめんなさい酒井様、猛虎だらけで対馬は怖かったんです。そしたら息の船乗りが本土に渡るって聞きましてね、つい来ちゃいました。別れも告げずにか。忙しそうでしたから。ではなぜ本土に行かず息にとどまっておる。船に忍び込んだことが暴かれまして、息で行き詰まってたら島の悪い連中に襲われたんですよ。あいつら強盗だ。何かしでかしたな。金を少し借りて古い酒を売ってみただけ。今や島の半分から憎まれ、もう半分から金を借りておるということだな。違うか。お見事。クロードだと偽ったわけは。憎まれてるからです。でも偽れば皆の励みになりますし、ならず者を騙せばついでに。悠々と本土へ渡れるな。ほら損がない。好きにしろ、自ら撒いた種だ。クロード様なら助けるところでしょ。動くでない。腕が動きません。動かせ。野営まで送ってやるが、あとは知らん。では息のクロード、力を尽くせ。待って待って、置き去りなんてひどい。島中から狙われてるんですよ。手下を頼ればよい。フグのこと、生きてます？お前のせいで殺されかけておったがな。ただの漁師なんです。どうにかしなくちゃ。フグを見つけてくれたら一生酒井様に頼りません。近くにおるはずだ。実は落ち合う場所を決めてあるんです、万一のために。案内しろ。対馬にいらっしゃると思ってたのに、どうして息なんかに。幾とせも前に父上と来たことがある。それきりであったが、息についての噂を聞き捨てることはできなかった。その噂知りたかった。息に猛虎はいないって聞いてたばっかりに。フグのことだが、いかにそそのかしてあやつを引き込んだのだ。息に渡る船が猛虎に沈められて溺れ死になったところを助けられたんです。それ以来懐かれちまいまして誰からも好かれるのだな天性ってやつです。フグ、足だ。ご無事だったんですね。クロード様の改姓だ。クロード様と呼ぶのはよしなさい。これからはケンジ。クロード様はこちら。ああ、ガッテンです。あ、ドクジャって男からことづてが。今言うな。博多の角ドクジャと悶着が。ドクジャが例の船乗り、本土へ船を出すって言うから、こっそり乗り込んだら気づかれちゃいました。生きたまま島を出るには金を払わなくちゃならないんですよ。独者に話をつけねばな。助けてくれます？尻拭いをするつもりはない。だが侍から逃げ回っているという独者には会っておきたい。よし、あの馬はどうした？ミオは百戦の方として預けてあります。無事だといいけど。独者は叔父上から追われておる身、船で腕を切られなかっただけありがたく思え。切られかけましたよ、別のところ。でも本土への船に乗せてもらえるんです。ミオを百戦の方にして、あとは船代を払うだけ。いいねの10倍をね。
言っときますが、ロクジャはあっしらのような男を嫌うんです。というと？だから、業の者。おかしいです。いや、とにかく、ロクジャを怒らせるのは禁物。面倒はたくさんなので。フグは待ってろ。はい。あ、ケンジ様。おい、明日息のクロードだ。ドクジャに会いに来たぞ。ケンジ、勇むな。食べんも控えろ。あっしが食べん。金はどうした。お主が博多の角ドクジャか。ケンジ、こいつは誰だ。友です。酒井仁様。酒井、父子と手合わせしたことがあったな。あれ以来小指が動かなくなっちまってる。ふん、死んで当然の男だった。父上の敵が俺の敵とは限らぬ。そうだな。恨みつらみは商いの邪魔でしかない。それで侍が俺に何の用だ。ケンジから事の次第を聞いた。こやつは悔いておる。そうです。足は底抜けにアホなんです。お主に金を借りたそうだな。千金をな。駆け引きは無駄だ。聞く耳は持たんぞ。千金を望むなら一とせほど待つことになるぞ。俺は構わない。まことか。今払ってもよい。欲しくないか。もうここから逃げるために、ただし額を減らせ。これで手を打て。お主とて賢治が死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな、賢治。ここは一つ手を取り合おうじゃないか。酒井様、実は大高族に海図を盗まれちまってな。唐国との抜け荷の海路が記されてるもんだ。それに本土への道もだろう。ああ、そうだ。猛虎に読み解かれでもしたら、鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。それは不安がいっぱい。では我らで取り戻す。だが本土へは賢治も乗せて行け。ああ、お安い御用だ。賢治に気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。冷やしましたよ。毒者の信用は得た。荷を取り返すぞ。賊に縛られた時どっか痛めたみたい。盗みはフグに任せて、足は休んだ方がいいかも。ただの漁師なのだろう。恩人のな。ええ、クロードとして働くならば人を頼るでない。人を助けようと思え。
この地で死ぬ。大沼父のように堺の名はこの世から消えうせる無益な一生であったの。黙れ。影さん、ドクジャとのことですが、あの時の物言い巧みでしたね。武家同士のいさかいを幾度となく叔父上と収めてきたからな。嫌になりそう。時にはな。だが慎んで言葉を選べば刃に勝る鋭さになる。番兵の数が多いな。足がここに残ります。何かあれば合図を出します。鳥か、そうだ、猿の真似。一番手は誰だ。ヨムヒゲツサムライ。独者の改造を見つけた。これでよし。樹脂の力で規制が上がった。ジャ
조심해. 족 조심하. ありました。ああ、行くぞ。間に合ったか。よくやった。全てあるな。しばらく海路を調べさせてくれ。それから出立だ。あしらの前に着いた人は？ん？乗せてやったが船はもういっぱいだ。余計な荷を捨てたとしてもせいぜいあと一人分ってとこだな。ケンジ、備えは？もう立ちます。時期だ。あとはお前だけ。仕事ができて楽しかったぜ、あんたとな。俺もだ。本当に乗らない？酒樽に隠れちゃえばいいんですよ。酒井様はお尻が小さいですし、油でも塗れば。遠慮する、まだやることがあるのだ。ではこれでお別れですね。うまい酒を取っておいてくれ。またいつか共に飲もう。喜んで。フグ、何か忘れ物ですか？足の両親をね。恩返しがまだだった。船に乗れ。でもケンジ様、早く行け。代わりに足が乗るぞ。よく心を決めたな。足は何とでもなりますから。でもフグはそうじゃない。これでいいんです。もしや足とお別れできると思っちまいました？逃げられなかったな。一杯飲みますか。息のクロードに。その名は忘れちゃいましょう。他に手立てはなかった。仲間を食わせなきゃならねえ。菰田で死んでくれりゃよかったもの。幻め。どうすりゃいいかな。困っておるようだな。何があった？猛虎に家を焼かれた。家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんのか？身内は一人もいない。
トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたから、また一人でどうにかするんだ。ああ、不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木がなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか？それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。その時は力になろう。お主の家楽しみだ。ああ、ここには建てない。木を集めてただけだ。でもありがとう。後でも。持ち帰る。さあどうなるかな。船が燃えておる。戦か？調べてみれば。船の残片。ヒヤリの傷。火事だ。吹き飛んだか。生き残り。よれ、もう時がない。誰の仕業だ。猛虎か。いや、他の海賊だ。裏切られた。山猫の一味が猛虎と結びやがった。兵具を手に入れ、ヒヤリまで。その海賊はどこにおる？杉に聞け。あいつなら知ってる。南の集落の赤い傘伝えてくれ。奴らが来る。ヒヤリの音だ。逃げろ。生き残りを。
集落で杉を探そう。海賊が寝返るとはな。大鷹っていうらしい。猛虎のまじないを操る蝶だとさ。旅のお方、息の出ではないようだね。誰が相手だ。はまったぜ。どこに隠れておった。しばらく後をつけて分かった。あんたが猛虎を呼ぶようだ。餌にされておったか。あの集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。煙が。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがオノノフ。これからはお前が意志を継げ。
自慢のことなったでしょうか。私に用があるって何？害するつもりはない。ジンと申す。ことづてがある。集落を襲った船は山猫という海賊のもの。共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。やだ、やめて。何も知りません。遅かったか。荷をまとめて私が戻るまでに。あんたは来な。待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。次、山猫様がお呼びだ。セーブ、使いが上手くなったじゃないか。俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。山猫の一味は慎重で兵具も多い。船を止める時と場所も定めてる。なぜ知っておる。一味だったからね。私が止めなきゃ山猫は容赦がなかった。三平に会ってその務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。では結託するほかないな。立ちさばきを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。そこで会おう。ブーンを。あんたも。